ロシア連邦道路 M2 または連邦道路クリミアはロシア連邦のモスクワとウクライナ、クリミア連邦管区のヤルタを結ぶロシア連邦道路である。モスクワ州、トゥーラ州、オリオール州、クルスク州、ベルゴロド州を経由しクリミア共和国に至る。総距離は7 2 0トル e 1 0 5号線の一部。 2014年のウクライナ南東部の正常不安により、交通量は激減し、ロシアの南北連絡道路としての役割は、ロシア連邦道路 M4 などに移っている。1 8 2キロメートル付近ウクライナ、国境付近道路は、モスクワからウクライナ国境までの 720km。前線、アスファルト、またはコンクリートで舗装されている。 ワルシャワ高速道路とモスクワ環状道路の交差点に、始まり、シェルビンスキ、ポドリスク、クリモフスクといったモスクワ州南部の都市を通る。モスクワ内環状道路との交差点まで3車線ずつの6車線で、ポドリスクまでのバイパスでは4車線ずつの8車線である。その先は2車線ずつの4車線となり、チェーホフ、セルプホフを通って 83km 地点で、 モスクワ外環状道路と交差する。トゥーラ州に入ると 155km 地点で QM2 と合流するため、そこから先はほぼ2から3車線ずつとなる。トゥーラへのバイパスは、ロシア連邦道路 P132 と合流する。その後オリョール州に入り、ムツ宿ンスクを経由してオリョールに入る。オリョールの周辺は、工場や鉄道が多いため、制限速度は、 時速 60km となる。クロミーを通過した後、トロスので、キエフ方面に向かうロシア連邦道路 A142E391 号線と分かれる。クルスク州に入るとファテ州を経由して、クルスクに入り、オボジャンを通る。次に、ベルゴロド州に入り、ベルゴロドを経由して南西に向かい、ウクライナとの国境に着く。ウクライナでは、ハリコフに向かう M-20。 ハリコフからザポリージャ M-18、そして引き続き M-18 で、シンフェロポリ、ヤルタへ向かう。ありがとうございます。